こんにちは、えー、今見た、見ていただいてますこの映像ですけれどもこれ、実は写真ではございません、動画です、でこ,れこの中をですね今、水が流れているんですがどんな風に流れているか分かりますか分かりませんよねあの、よく見ると流れているのがちょっと見えますけれども水は透明ですから流れている様子を見ようと思うと何らだかの方法を講じないと見えません。 そしていろんな方法を使って流れの様子を見るこれを流れの可視化と言いますで今、こう見ていただいてますけれどもこれはあの水素気泡法という方法を使って見ていますえ水の中に細い電線を入れてそこに強い電圧をかけるとですね水が電気分解をして水素の気泡ができますでその泡がですね線のように見えて流れが見えます で今この円柱の後ろ丸い棒があってその後ろに何か渦ができているのが見えます先ほどまで何も見えなかったと思いますけれどもこういう渦ができています水にしても空気にしても見えませんからどんな風に流れているかわからないんですが実はこういう物体の後ろには大きな渦が出ますでところで皆さんあのプールですとか、えー、そういうい水の中で歩くととても抵抗が大きくてスピードを出して歩けませんですよね。でそういうのを水の抵抗といいますがどうしてその水の抵抗が発生するか分かりますか 魚は自由に水の中を速く泳げますところが人間は歩くことすらできませんどうしてでしょうで実はです、ね、その原因が先ほどの渦です今こうやってると何も分かりませんですけれども先ほどのように渦が出てきます可視化すると渦がよく見えますでこの渦はです、ね、実はパラシュートの役割をして前にある物体を引っ張りますこれが水の抵抗になります ですから後ろにできている渦が大きいということは大きなパラシュートを引きずって歩いていることになりますで魚はですね実は後ろにできる渦の形がとても小さくなります後ろにできる渦の形大きさそういうものはですね実は物の形によって大きく変わりますこの丸い棒みたいな形こういうのは実は非常に大きな渦が出る形ですで今並べてますけれども上にある丸い棒の後ろでっかい渦が出てますね で真ん中にある魚の形をしたところの渦すごく小さいのわ分かりますねつまり魚はパラシュートないわけじゃないんですがちっちゃなパラシュートしか持ってないので速く泳ぐことができますそれから渦はですね上下に揺れていることが分かると思います上下に揺れるこれがですね上に行ったり下に行ったりふらふらするということでサッカーの無回転シュートあるいはナックルボールそんなふうにです、ね、変化球はふわ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 動くそういうのもこういうところが原因になっています 大きさ、出来方、これを制御することによって空力ですとか水の抵抗というのを減らしてですね、あのいろんな便利なことができるようになります。えっ、ー、とじゃあこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。